川近くの路地裏にあったはず。駅前に店舗が広くて品揃えも豊富な店ができちゃったから、カレンデュラを譲ってもらった直後はちょいちょい行ってたんですけどね。まあそういうわけで最近はめっきりって感じで、とそこだ。でそこのビルの2階にって、あれ、ああおかしいな、確かにそこにあったと思うんだけど、ちょっと待って、ネットで調べるんで。店名で検索してっと、あ、わあ、いや場所は合ってた、ただ結構前に閉店したみたいで。そうみたいです。ほら口コミ掲示板が、でちょうど閉店を話題にしたスレッドもある。了解。って何何、経営悪化での閉店とのことですが、お世話になったので残念です。あ、本当だ。ってちょっと待てよ、オーナーがヤバい事件に巻き込まれて行方不明になったから閉店って書き込みも。あ、とりあえず閉店したことは間違いないっぽいかな。え、店もそういう対象に入るの？どういうこと？つまり店に目玉商品が欲しかったとか。だったらなんで私なんかにカレンデュラを譲ってくれたんだろう。確かにその時の私の全財産とはいえ、かなり格安で譲ってはくれましたけど、そんな感じじゃなかったけどな。あの、元気出してください、せっかくの手がかりだったのに。でもどうするんですか？そうですか。じゃあ何かあったら力になるんで、これ私の連絡先です。いろいろ含めて考えると私だって無関係じゃないと思うんで。ん？そうなんだ。いいっす、また。考えることね、か。ただいま。おかえり、なぎさちゃん。思ったより早かったわね。何か進展はあったの？いや、なし。例の楽器店潰れててさ。え、そうだったんだ。さとりさんは？多少は落ち込んでるっぽかったけど、
あんまり気にするほどじゃないと思う。諦める気はさらさらなさそうだったぜ。楽器店のこと、もうちょっと調べてみるって。そっか、強い人だな。ま、こっちは事情を知ったわけだし、なんかあったら声かけてくれるって。そうね、それまでは私たちもいつも通りで行きましょう。現状、力になれることもなさそうだし、それが良さそうね。あ、お帰りなさい。帰っちゃいましたよ。あの、悟りさんとの間に何があったのかはあえて聞きませんけれど、きっといつか仲直りできますよ。朗報？いえ、私は。私も知らないな。海外の有名クラブだよ。かなり大規模で世界各国に展開しているんだ。噂じゃ日本にも新規店舗を開くって聞いたかな。へえ。そのルクスがどうかしたんですか？ああ、そうだったんですね。で、他のクラブとの打ち合わせとなると何か合同でイベントでもやるんですか？ゲストアクト？オープニングアクトじゃなくて？おいおい、世界的に有名なクラブなんだろ？とっても光栄なお話ですけど、どうして私たちが？D4 フェスも評価されてるんですね、私たち。仕事なんですよね。みんなはどう思う？そうね、オーディションと違って決まった枠組みとか課題がないわけだし、今のロンドを評価した上でのオファーなんでしょ？だったら今回は難しく考えることないと思う。ありのままを見せればいいんだって。てか、それが望まれてるんじゃないの？わざわざ私たちに声かけてきたってことはさ。私もそう思う。オーディションではなくて仕事。今のロンドを評価、ありのままを見せる。よし。はい、ゲストアクトの件お受けしたいと思います。うぃ、終わった終わった。お疲れ様。今日は開店前にいろいろあったし、いつもの倍以上疲れた気がするな。私も。今日のところはゆっくり休んでね。いろいろ考えちゃうだろうけど。わかってる。って、あれ？葵は？さっき、まさきさんに捕まってたわね。多分、早速ゲストアクトの話を。ヒーロー。あら、葵くん。マサキさんとのお話は終わったの？いや、まだ。というか、そのことで少しだけ残れる？それは構わないけど、何かしら。
曲に合わせてバラのフローセカでアクセサリーを作りたいから、軽くデザイン関係の話をしようって。そのあたりの詳しい話ができるのはロンドの中だとヒーローだけだしね。新しいアクセサリー？ゲストアクトのために？だとしたらいつも以上に気合が入ってるわね。まさきさんの話だと例のライブに海外でも著名なイベントオーガナイザーが来るらしくってね。うまいことアルターエゴとロンドを売り込もうって考えみたいでさ。それが成功するとどうなるんだ？てかイベントオーガナイザーって何？そうね、簡単に言えばイベントの企画や運営を行うプロかしら。つまり私たちの価値を見出してもらって、ロンドやアルターエゴの海外展開へつなげたいってことね。まあそういうこと。この1回でどうにかなるとは思えないけど、可能な限りアピールしたいみたいだよ。なるほどね、だったら協力しないと。それじゃあ行こうか。というわけで私は居残り決定みたいね。待てよか。ううん、いつ終わるかわからないし。そっか、じゃお先に失礼するかな。まっすぐ帰るのよ。急に忙しくなったわね。だな。ま、今のところは葵たちだけだけど。私明日から毎日バイト前とかに聖歌隊に通おうかな。なんで？私小弓さんのことじゃ何の役にも立てそうにないし、ゲストアクトのことも目立って今すぐできることはないから。ならせめて歌だけは仕上げておきたいじゃない。なるほどね。ってことでお先。途中まで送ってくか。まっすぐ帰れって言われたでしょ。送ってくくらいなら別に問題ないと思うけどな。気持ちだけは受け取っておく。ありがとう。椿の言う通りか。悟りさんから連絡が来ない限りゲストアクトのことを中心に考えた方がいいよな。そういうのでロンドの活動がおろそかになるの悟りさんも望まないだろうし。だったら私のやることはたった一つだな。私はここでの経験やチャンスをものにしてロンドとしてもう一つ上のステージに立ちたい。だからカレンデュラ、いわくつきだろうがなんだろうがとことん付き合ってもらうぜ。これってさ、やっぱりそうだよね。多分ね。渚ちゃんならすぐにわかると思うんだけど。おはよう。って何してんの？パソコンの前に固まってさ。あ、渚ちゃん、ちょうどいいところに。噂をすれば影が差すってやつだね。ん？何の話？ライブにゲストで呼ばれてるでしょ。失礼のないように主催クラブのことを詳しく調べていたんだけど。ちょっと気になる写真を見つけてさ。おお、気になる写真ね。どれ？これ10年くらい前の写真らしくて、ほら小さいけどさ、ここ見てよ。この人の持ってるギター。ギター？それがどうかしたのかよ。って、おい、これってカレンデュラ？
やっぱりそうだよね。つまりこの人って小さん以前にカレンデュラを持ってた人ってことか。まあそういうことでしょうね。時期的に考えると小さんの一人前かしら。可能性は高いけど、よく見つけたな。それこそ偶然だよ。このユニット自体はもう解散してるみたいだけど、本店のステージに立ったことがあるみたいでさ、だからネットの検索に引っかかったんだ。本店ってアメリカだっけ？てか解散してるのか。大手のレーベルからデビューしたみたいだけど、2年も続かなかったみたい。解散理由は不明だって。解散理由が不明で2年も持たなかった。で、肝心のカレンデュラはここにあるか。偶然にしちゃよくできてるけど、ありえない話ではないし、妙な縁があるな。まあそうね。だけど遅くなってごめん。ギリギリになっちゃった。ああ椿。ってもうそんな時間か。本番まで1週間切ってるから、今日からは長めに練習しようって話だったのに。調べ物に時間を使いすぎたわね。し、切り替えていくか。あー、その前にまさきさんから2つ伝言があるんだけど。伝言？何かしら。今日納品予定だったアクセサリー、ちょっとトラブルがあったみたい。だから届くのはライブ当日の朝になるって。トラブルって、しかも当日の朝？それはまたギリギリね。まさきさん、別件でも何かあったみたいで、絵に描いたような頭の抱え方してた。ああ、だから伝言。それでもう一つは？フロアモニターの調子が悪いから倉庫にある古いやつ使ってって。え？マジかよ。じゃあそれはこっちで運んでおくよ。みんなは自分の準備をしておいて。わかった。じゃあ頼むわ。って、なんだこりゃ！ギターの弦が全部切れてる？全部って、この前うちで張り替えたばっかりよね。粗悪品だったとか？だとしても一気に切れるものなの？いや、そんなことは。そんなバカな。でも渚。あ、いや悪い。こんなの初めてだからびっくりしてさ。サブのギターもないし、すぐ張り替える。お待たせ。あ、渚。チューニングも済ませてきたから、すぐにリハ始めようぜ。あの、そのことなんだけどね。どうかしたのか？私のパソコンが不調っぽくて、何をするにしても重いのよ。で、何度か再起動してるんだけど、どうにも改善されなくって。これじゃ映像を曲に合わせられないわ。音源にも謎のノイズが乗ってるし、ちょっとどうするかな。ノイズ？昨日までなかったよな。っていうか本番前に大丈夫か？それは心配しなくてもいいよ。家のパソコンにバックアップもあるし。ただ今日のところは音源はこれでやるしかないかも。ああ、でももろもろ仕方ないよな。はあ、こういう時に限ってクラウドに保存してないなんてね。椿は何もないよな。
さっきつまずいて転んだくらい。おいおい、手のひらを軽くすりむいただけだから別に大したことなんて。ちょ、まさきさん、ずぶ濡れじゃないですか。新しいタオルなら控え室のいつもの棚に、替えのシャツも同じところです。私、傘持ってきてない。朝の予報じゃ一日晴れだったものね。営業終了までに止むといいんだけど。あ、なあ、これってさ、カレンデュラのせいってことはないよな。カレンデュラのせいって、サトリさんが言ってたこと？うん。そんなことないと思うけど。というか、自分でも言ってたじゃない。今までそういうのはなかったって。そうなんだけど、実は、あの日、みんながそれを出したのを見て、私も感化されてさ。今回のチャンスをなんとかものにして、ロンドとして成長できないかって思ったんだ。だからこいつにカレンデュラにどこまでもついてこいって。もしそれがカレンデュラを必要とすることにカウントされてたとしたら。だとしたら渚ちゃんだけのせいじゃないわ。だって私もそのカレンデュラの音が好きだもの。ううん、違うわね。渚ちゃんの弾くカレンデュラの音かしら。ああ、その感覚はわかるかも。たまに弾くサブのギターとは違うわよね。渚がカレンデュラの弾き方を知ってるというか、カレンデュラが渚の欲しい音を知ってるというか。なんかうまく言えないんだけど。弾き方に合ってるんだと思う。だからしっくりくる。実際作曲するときに渚の弾くカレンデュラの音をイメージするしね。私の弾くカレンデュラの音みんな同じね。渚ちゃんとカレンデュラのコンビが好きなのよ。それに怒る可能性があるなら怒りうるの。悪いことが重なるのだってそう。カレンデュラのせいじゃなくて、確率的にそうなったってだけかもしれないじゃない。ヒーロー。だから、ポジティブに行きましょう。ほら、暗い顔は似合わないわよ。ね、二人とも。そうだね。まあ、いつも元気な人が元気ないと、ちょっと気になるかも。ありがとう。みんな、柄じゃなかったな。どういたしまして。さてと、それじゃあ。練習、始めましょう。ああ。